朝から何酒づいてるあるか、やかましいね、どけよ。もうカラカラよ、銀ちゃんの使ったやつで差がある。じゃあ水で薄めりゃいいだろう。ほら仕方ねえから俺の椿木貸してやるよ。本当にうんこビチビチになるね。なんだからぐちゃ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 。うわっ、あったよ。じゃあ小遣いやっからさっさと買ってこい。てめえじゃねえだろ。おい歯磨き粉だ。ん、こんなところに鏡なんてあったっけ。行ってきます。あ、ちょっと待てよかけら。このマジックミラーからなら銀さんの〇〇の裏から〇〇の先まで舐めるように眺められる。ついに私の住まい、長いこと銀さんの金玉を見つめられる世紀 YLGK の完成よ。かぶってきた。何もかもありのままさらけ出しちゃっていいのよ銀さん。あれ銀さん、なんだよメガネかけ機かよ。さっさと消えなさいよ。あれ鏡が。確かにこの台所洗面所代わりみたいなもんだもんね。はいはい説明をつ、さっさとやぶちゃ隊長。あのしつこいんだけど何髪切ったの気づいてくれるかな。いや何も変わってないけど絶対誰も気づかないと思うけど。その斜め45度やめなさいよ、腹立つのよ。よしようやく出ていった。あ誰か来た。もう生きてたらけー来られるんでしょうか。誰がトム・クルーズだ。斜め45度から見た時だけでしょうか。誰も気づいてないから、何も変わってないから。僕それ髪型だけでしょうか。いやそんなツッコミやる機会永遠にないわよ。ヒゲの剃り残しなし、鼻毛よし、寝癖よし。はいはい大丈夫、誰もあんたのことそこまで見てないから。ツリツリのチリが。鼻毛よし。見てはいけないものを見てしまった。永久脱毛でもしようかな。若大将にしか見えない。ただいま。うわ若大将。何やってるアルコ。いや別に、それより銀さんと一緒じゃなかったの。知らないよ。ハンダグレープ飲もうとしたら急に吹き出しちゃって、顔も洗わないで出かけたりしたら。あ忘れてた。あるネクソよし、吐くそうよし、鼻くそうよし。あ、やべ、一本ぐそ忘れてたある。俺も朝シャンしないと。ちょっと待って、あれ尻尾、尻尾生えてたの。この子でもこれなくなったら髪編めなくなるし。それで編んでたの。月見ても変身できなくなるし。変身できた。もうとてもカグラちゃんと呼べない。カカロットにしか見えない。はあ。どうしたらいいの。ああ私が間違ってた。ありのままの姿なんて目にするべきじゃなかったのよ。ただいま。ガチャロッ。何やってんのお前。別にあんたらとんでもないもん忘れてってるけど、しかもとんでもないもんに見えるわよ。タグ、俺が気づいていないとでも思ってたのかね。あいつらこんなもん隠してやがったのか。俺がズラだって気づいてることなんかとっくに知ってるよ。ありがとう素敵なプレゼント。こっちは何に使うのかな。そうかこう使うのか、なかなか似合ってるじゃねえか。お邪魔しますった。やつは俺たちを見ながらてめえ自身を見てたってわけさ。少なくともしばらく鏡は見れねえんじゃねえ。俺メガネしてないよ。